ユニシム、ユニティベースの露出に再利化されたシミュレーターということで OXT の片岡の方から発表させていただきます。はい。えっと、まあ、最初に簡単にちょっと自己紹介させてください。えっと、まあ、なんか自分、高校生ぐらいの時になんか無償、うん、にプログラミングがなぜかやりたくなってですね、なんか猫でもわかる C 言語プログラミングっていう簡単そうな方を買って何もわからなかったんで、もう俺はダメだ ってなってでえっともう。俺はハードウェアになるぞって言って、半大の機械化ってところに入りました。でですね。まあ、入ったはいいものの、なんか、うん、あの加工学とかのなんか機械化っぽい科目の単位を落としまくりまあ。なんかそれだけだったら良かったんですけど、なんか実習で指を落としそうになりまして。まあ、この辺から。 ちょっと、んハード、やばくねっていう風になってきましたと。で、えっと、まあ、その頃ですね、ちょうどなんか VR が流行っていて、まあ、なんか Oculus DK2 っていうのがすごい安く手に入ったんですね、Kickstarter ターターで。で、それでまあ、Unity でゲームプログラミングを始めて、で、なんか、あプログラミングってこんな簡単にできるんだ、じゃあもう俺ソフトウェアになろう ソフトウェアになろうって言って、えっと、まあ大学生ぐらいにソフトウェアっていうのを志しました。でそこから研究室でロボットを始めて、えっと、研究の専門はソフトロボティクスをやっていました。でえっと、まあロボカップでロボットサッカーとかもやっていては、なかなか楽しかったですね。はい で、えっと、そこから、まあ、えっと、隣の研究室の同期に誘われて、えっと、海洋ロボットの開発を趣味で始めまして、で、えっと、今までプランナーであったりとか、開発認識系自己意思推定とか、まあ、一式開発しました。まあ、えっと、今作ってるものも、まあ、こんな感じで、それなりにうまく動くものができたかなと思ってます。はい。まあ、こんな感じで、障害物回避のプランナーとか、 あとは、ビヘイビアレイヤーとかも作りあ、もう若干手を入れたりとかしてます。で、えっと、まあ、最近は、まあ、ちょっと学生さんが増えてきたので、えっと、まあ、自分、自分みたいなまあ社会人メンバーは、ちょっと、その他の学生さんたちが作ってくれたコンポーネントを、やっぱり、そのみんながこれ、俺はこれ作りたい、俺はこれ作りたいってやっちゃうと、そのすごい、その調停が大変なので、そのまあ調停が大変な部分をまあ巻き取っていこうかなっていうふうな感じで、えっと、あの、いろいろ仕組み作りとかをやっていってるんですけど、まあ、なんか、 単なる自動化オタクなのではっていうのはまあ正直なところではあります。はいまあ、自動化オタクなのでこんな感じでそのテストレポート生成したりとかいうのもまあ結構好きでやってたりします。はいまあ、こういうテストレポートを一覧でバッと表示されると美しいですよねと。はいでえっと、まあ僕たちがやっている競技、これマリタイムロボットスチャレンジっていう競技をやっているんですけども、えっと、軽自動車サイズの船をまあ完全自立で屋外で、えっと 動作するっていうような競技で、えっと、基本的に大会は毎度毎度運営が無茶ぶりしてきまして、えっと、今回は自立ドローンと協調動作させろっていう、まあ、すごい難易度の高いことを言ってきています。でえっと、フィールドに置かれる、えっと、障害物の詳細値とか事前に分からないので、えっと、まあきっちり、えっと、自分で要は自律的にそのセマンティックマッピングみたいなのをしながら、えっと、適切に 環境中で振る舞わなきゃいけないっていう課題を解かなきゃいけなくって、まあ、そこはすごいあの面白いところかなというふうに思っています。で、えっと、ベース機体、この船ですね。この、この船は、えっと、法式から提供されて、えっと、その他の開発資金はスポンサー様からいただいております。はい。で、えっと、まあ、どんなチームかっていうと、マリタイムロボット X チャレンジに参加を目的として活動していて、で2014年の時は6位入賞で、2022年は決勝行けたらいいよねって話を。 考えています。はい、で学生社会人の混成チームで、えー、関西、関東両方に、えー、とチームメンバーがいて、まあ、それぞれリモートで開発しているというような感じですで、えー。最近の主な活動としては、月1回ペースで、まあ、勉強会を開いていたりとか、まあ、オープンソース活動はガンガンやっていて、えーと、何だったらハードウェアまでオープンにしてたりします。でえーと実 えっと、そうです。ハードウェアの回路とか、そあと、センサーマウントとか、そこら辺まで全部オープンにしてたりします。で、えっと、最近だと、えっと、荒川、荒川じゃないな、あっち多摩川か、多摩川で実機試験やりましたし、あ、実機試験って言っても、小型の船で実機試験をやりました。えっと、まあ、もうちょっとしたら荒川に行こうかっていうような話もしております。はい。で、えっと、最近、ロスコン JP でメンバーの、えっと、チームリーダーの吉本くんという人が講演してくれたりしました。はい。というような団体に所属しております。 でですね、まあこ,んなでめまあ、こんなでかい船、そんな簡単に組み立ててはあの実験できるわけもなくですね、えっとまあ、じっあのシミュレーターが必要になっています、まあえっと。船の組み立てと搬入っていうのをやろうとすると、もう1日かかっちゃうんですね。でえっとまあ、過去に1回、えっと と、あそこ、えっ、ー、と、琵琶湖でデータを取ったことがあるんですけど、大阪から琵琶湖まで運んで戻ってくるっていうのを、まあ、1日かけてやって、えっ、ー、と、取れたデータ、データが取れた時間が、確か7、8分なんですよ。さすがにコスパ悪すぎやろと。はい。ということで、まあ、ミニ V っていう小型船を作ったんですけれども、まあ、それでもちょっとまあ、やっぱそれなりに輸送コストあるし、頻繁実験っていうのは、まあ、なかなか難しいよね、というのがあります。また、えっ、ー、と、物体認識ですね。まあ、ここら辺の、 なんか物を見てたりとかそういうアルゴリズムに、えっと、真相学習使っているので、えっと、真相学習がき、いかに綺麗なデータセットを、あの、用意できるかっていうのが極めて重要。はい。先ほどあの、唐揚げ先生がおっしゃっていたような内容ですね。はい。っていうようなことをきっちりやっていかなきゃいけない。かといってフィールドを組み立てるっていうのもすごい困難ですね。このフィールドって大体 100×150 とかあるので、これを展開するっていうのは相当時間がかかります。 で、えっと、ま、当初はですね、まあ、こんな感じの、その C++ でレイトレースして、えっと、まあ、あの、自己推定結果入ってっていうようなシミュレーターを自分で、えっと、1から実装してたんですけど、まあ、ちょっとこれだと画像とか作れないから、これだと真相学習まで含めたエンドツーエンドのシミュレーションできないよねっていう話になって、えっと、まあ、まずはやっぱ自分たちもガゼボを検討したんですね。ガゼボ検討したんですけど、 なんかあまりにもロス通対応が遅いと。で、まあ、これはちょっと使えそうにないよねっていうので、えっともうユニティでも自作しちゃおうかというような話の流れになりました。はい。で、えっと作ったのがユニシムっていうシミュレーターを作ったんですけど、本当に名前そのままですね。はい。で、こんな感じで、えっともうユニシムロス通コントロールとユニシムっていうその2つのえっとコンポーネントがあって、それぞれが REST API で通信します。 で、えっと、この REST API って何かっていうと、Web 界隈でよく使われている API の作り方で、えっと、まあ、それ、えっと、要はその HTTP の、まあ、ポストだったりとか、ゲットだったりとかのメソッドがあるんですけど、まあ、それをあの呼び出して、えっと、データをあの投げつけるっていうような方式になっています。で、えっと、このスワッグえっと、 この REST API のクライアントを自動生成するっていうツールチェーンがあって、まあ、これは SWACKER っていうツールがあるんですけど、まあ、その SWACKER というツールを使ってですね、えっと、まあこんな感じで、えっとえっと、API のドキュメントと、まあ、API のクライアントソースコードですね、を生成して、でえっと、まあこれでデータを Unity で動いている h t d p サーバーに向かって投げると。であとはもう Unity の中で気合でこ,のここで送られてくる JSON をパースして、えっと、その位置にロボットを召喚すると。 いうようなことをやっております。はいまあ、各,各 API のスキーバーは s w a カー e r で定義されてて、えっと、こんな感じで GitHub ページ上で公開してあるので、まあ、誰でも見ることができるし、ああ、なんかここにはこんなデータが入ってるんだねっていうのを見,る見れるようになっています。はいまあ、これによってだいぶと、まあ、見通しがよくなっているかなというふうに思います。はい で、えっと、まあ、ここから先はもうライブデモでガンガン行こうかなと思ってまして、まずは、えっと、実際にそのユニシムでロボットをスポンさせてる様子をお見せしたいと思います。えっと、今回スポンさせるのは、まあ、自分たちの,あの自立高校生ですね。で、まず、えっと、まあ、あの、何の変哲もない、まあ、ユニティの画面なんですけども、はい。で、ここで、えっと、スタートボタンを押すと、 はい、この通りあり、サーバースタートデッドっていうログが今、ここの端っこに出ているんですけど、まあ、この通りえっり、と、このユニットの中で、えっと、HTTP サーバーが走っています。でですね、えっとえっと、ユニシムロス2コントロールで、えっと、あーっていうそのロス2のパッケージを作ってるんですけど、まあ、ロス2コントロール準拠の,、まああの あの、まあ、要は、ガゼオロスコントロールみたいなのの、このユニシム版ですね、を作っていて、で、まあ、それがどういう仕組みでスポンスするかっていうと、まず、えっと、最初にですね、えっと、URDF のパス解決をやります。なんでかっていうと、あの、C シャープで、今、C シャープではまだ、えっと、ロス2のパッケージリソースを、えっと、参照、きれいに参照できないので、今は一旦、えっと、添付配下に、あの、output.urdf っていう名前のファイルを一旦生成して、で、えっと、 えっと、ここでは全部フルパスで、えっと、えっと、フルパスで、えっと、各モデルへのパスが記載されています。で、えっと、これをですね。えっと。で、これで、えっと、こうやってやってあげると、今、REST API が叩かれてまして、 ありゃ、なんかロードされたのに、ああ、なるほど。表示を消しちゃってた。ごめんなさい。はい。こんな感じで今、召喚されています。すいません。あの、自分の操作ミスで表示が消えてました。はい。えっと、まあ、どういうことが起きたかというと、えっと、今、ここで、えっと、ロス2ラウンチ、ユニシムロス2コントロールラムイドットラウンチっていうのが、 を実行すると、えっと、URDF ファイルが自動的に生成あ、ザクロが1回展開されて、URDF ファイルが自動生成されて、でさらにそ,れそ,れそこから、えっと、もう1段階 URDF ファイルを自動生成して、でえっと、それらのパスとかを、えっと、REST API で、えっと、Unity の中に送っているというようなことをしています。はい、で、えっとまあこの、これと同じ、えっとまあ、これで、えっと、ガンダムとかもまあ召喚できたので、まあ、ある程度は動いているのかなというふうに思っております。 はい、ありがとうございます。早さ速さいきます。えっとで、その次にですね、まあ、ロス通との通信のデモ、まあ、も,もうパパッとお見せしちゃおうと思います。えっと、ロス通と通信するときに、このユニシム何を使ってるかっていうと、えっと、えっと、ロス通をネイティブで喋らせてます。なのでですね、あ、ミスった。えっと、ごめんなさい。んあれお,お、おや。 今、これをやると、今、ロス2ト,トピックリストやっても、まあ、ご覧のランド通り何も出ないんですね。はい、パラメータイベントとアウトっていう。で、えっと、こいつを立ち上げますと、はい、なんかテストポーズっていうトピックが増えてますね。で、えっと、あと、チャッターってトピックも増えてます。ああ。 焦るとミスるはいでこんな感じで今実際にユ i ティの中からまあ適当な例えばジオメトリーメッセージスポーズっていうデータをポン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 投げてるだけなんですけど、まあ、こんな感じでユ i ティ特にブリッジとか立ち上げずにもう直かにユニティに露出を喋らせるっていうようなことをしてえっともう最高スピードを叩き出してやろうというような仕組みをで開発していますで、えっと、まあ詳しくはここにあげてますので、えっと、この前の記事を読んでいただければと思いますはい で、まあ、最後にさらっと設計コンセプトとかをあさ、さらっていきたいと思います。まあ、とにかくツーフレンドリーに作る。まあ、これはもうただの趣味です。はい。で、えっと、パフォーマンス is all you need っていうことでもう、とにかくパフォーマンスを意識した設計にしてます。なので、もうツーをネイティブで喋らせる。まあ、多少のデメリットはなくはないんですけど、もう、あの、もうとにかくパフォーマンスこそが一番重要だというふうに考えてます。また、任意のロボットをスポーンサせるようにする。まあ、やりたいですね。 はい。あとは、ロスコントロール対応。まあ、これができてれば、任意のロボットはスポンさせられるよねっていうような感じで、えっと、やっております。あとは、使いやすいシミュレーター作りたいよねっていうのも、まあ、これもただの趣味で、えっと、具体的に何やってるかっていうと、CI, CD。まあ、これもただの GitHub Actions o t a ですね。はい。で、えっと、クライアントの自動生成による API スキーマとバージョンフ一ッチの防止っていうのも行っていて、まあ、これ、例えば Gazebo だと、結構、あの、うっかりバージョン違うの、 あスキーマフ一致で落ちたっていうこと、僕、過去に何度かあるんですけど、まあ、こういう、そういうことが起こらないように、まあ、自分のシミュレーターでは、えっと、気をつけています。はい。でまあ、スキーマのドキュメント生成とか、自動公開とか、そういうのも、えっと、できるようにしていて、まあ、シミュレーター、結構、動く仕組みがよくわからんっていうことになりがちだと思うんですけど、まあ、そういうことがないようにっていうのを気をつけています。で、あと、何が言いたいかっていうと、あの、3つもリポジトリがあるんで、えっと、皆さんみあの、はい、1個ずつスターをいただけると、大変僕は喜びます。はい。 で、えっと、ま、今後の展望としては、ま、ロスのさらなるインテグレーションですね。で、えっと、ユニシムロスコントロールによるセンサー配置の設定自動化であったりとか、まあ、URDF からセンサー配置をすくめてのロボットの配置。これはすごい重要なことだと考えています。で、えっと、URDF インポーターにも改良が必要だと思っていて、アメントパッケージインデックス CS と、ま、開発を、えっと、開発することで、ま、パッケージパスの解決ができるようになるんじゃないかなと思ってます。で、あとはちょっと、まだ、えっと、 うんと、関節の階層構造がちょっと、なんかおかしいなっていうところがあったので、まあそこも含めてちょっとバグフィックスして、えっと、プルリック出したいなというふうに思ってます。で、あとは、これは完全に、あの、僕が欲しいっていうだけなんですけど、まあ浮力計算ですね。とか、そういうのもできるようにしたいなと思ってます。浮力計算はできるんですけど、えっと、まあここの階層構造がおかしくなってて浮力計算ができないみたいな感じなんですよね。はい。なんで、まあ、こことここを直したら、船でも使えるかなと思ってます。 はいで。あとは、まあ、シミュレーション環境の動的呼び込みっていうのも、まあ、トライしてみたいなと思ってます。まあ、セットバンドルあたり使おうかな。でも、あれちょっと癖強いしな。どうしようかなと思ってるって感じですね。はい。 で最後にちょっとだけ CM 出しせてください。えっと、OXT Polaris では自動リース高校をやってみたい人を募集しています。めちゃくちゃいろんなタスクありますし、まあ、あの、Unity で学習データセットを作ってくれてる人とかもいたりします。はい。もし興味あれば、えっと、自分の Twitter アカウントであったり、この OXT Polaris っていう Twitter アカウントであったりに、えっと、連絡いただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。